日本語に直したものを後で、
仲間から予約もらうつもりです。それ以外に、ウィーン、ベルリン、シドニー、それからカナダ、私たちが知らないところでたくさんの人たちが、このパンデミック、コロナパンデミック、世界中の人たちが今、命の危機に瀕しているときに、この東京のど真ん中で、オリンピックを開催するということに対して、世界中の人たちが怒りの声を上げているというふうに思います。世界中の人たちとつながりながら、今日の行動をやっていきます。皆さん一緒に歩きましょう。続いては本日の16時から、その方に申し入れに、子供の感染症に関して申し入れを行っていた、国境を防衛省の方からお話しいただいたいと思います。皆さん、ご苦労様です。本日、16時に国際が集まりまして、参加者国で総理を行いまして、その後、都庁駅に行きました。日曜のですね、16時に最初、私たちは強制行動に行くから部屋を用意しておけと、よろしくお願いくださいと言ったのですが、部屋を取れないということでしたので、参加者でですね、30名ちょっとで行きました。で、16歳の都庁駅で廊下にずらっと並んで講義をしました。とにかく今ですね、私たちが一番問題にしているのは、子どもたちを動員するということです。で、これについては都庁駅は組織委員会がキャンセルの指示を出したんですけども、それも下ろさないというようなことをやってます。そしてですね、昨日ですかね、東京の医師会の会長が子どもたちをオリパラに応援するのは間違っているというようなことを言っているにもかかわらず、都庁にはまだ子どもたちをオリパラに応援しようとしています。非常に危険なことだというふうに思います。で、まさに大津さんが言ってますが、戦争の末期に子どもたち、学生たちを動員した、学生動員、それと同じようなことをやろうとしています。しかも今回は別枠でやるというんですね。別枠でやる、まさに特別ですよね。特攻隊のようなものです。子どもたちの命を殺すなということで、私たちは申し入れをやってきました。皆さん共に頑張りましょう。国際的摩擦続く中、このオリンピックの続けるは喜びの人もいるでしょうが、しかし喜びの人も すいません、ちょっと本当に皆さんの声聞きたいんですけど、プログラムが続きになっていて、みたい。続いては、長野の方からお話をいただくと思います。アメリカでこれまでにお待ちください。日本の右手のクラブに中田キーパーコールに参加できるように、完全に参加式を配っているという話だったので、また始める方がいたらぜひ反応が出たことをお聞きしました。皆さん、ワクチンは大変危険です。アメリカ疾病対策センター CDC はコロナワクチン、長野からお話ししてもらうのが、1998年の長野オリンピック反対運動を取り組んだグループの方です。で、今回一体化による反対アクションのためにグループを発足させまして、で、私たちと一緒に活動することになりました。CDC アメリカ疾病対策センター、保護者が通れないんで歩道に上がってください。
東京でオリンピックで反対の声を上げた勇気ある皆さん、こんにちは。あと1ヶ月オリンピックまであります。なんとかみんなの力を合わせて、なんといってもオリンピックを成立させるための努力を一人一人やりましょう。このオリンピックの主人公はアスリートでも市民でもありません。ICT やオリンピックファミリーやスポンサーや、こんにちは。国民主権と平塚大夫です。皆さん、ワクチンは大変危険です。アメリカでは2回目のワクチン接種後に 10% の寒気や熱になるまで全身的な副作用を経験して報道されました。ワクチンまで選手に打ってやるオリンピックなんて、とっても変なオリンピックです。今回のオリンピックの主人公は、さっきも言いましたけど、 IOC やスポンサーや疲労の建設者のためのオリンピックです。政府はこのオリンピックを利用して、国民の利益の総合を、そしてそれを憲法改正へもって提出しています。また憲法改正に扱う緊急事態条項を、このコロナ状況を利用して、国民を救助させるのが目的です。何としてもオリンピックを止めなければいけません。戦争の時に反対の声を上げられない、そんな状況にならないために、このオリンピックに対して明確に反対の声を上げましょう。政府が止めるための PCR 陽性者は厳重罪です。皆さん、ワクチンは大変危険です。 PCR 陽性者、このオリンピックは症状感染を受けてきます。皆さん、これで国家取れてしまうと肝臓の落ち着きを症状者から他者にウイルスを感染させる PCR 陽性者は、車道に出ないようにお願いします。こんにちは。国民主権と平塚正幸です。皆さん、ワクチンは大変危険です。毎日報道されている感染者の人は、我々の健康安全への脅威を示しているのではありません。皆さん、ワクチンは大変危険です。コロナウイルスとされている遺伝子はまだその特性が確認されていません。オリンピックの皆さん、ワクチンは大変危険です。コロナの原性特性が確認されていない中、開発されたのがコロナワクチンです。こんにちは。国民主権と平塚正幸です。皆さん、ワクチンは大変危険です。ワクチンに感染症の予防効果はありません。皆さん、ワクチンは大変危険です。ワクチンに重症化を防ぐ効果はありません。こんにちは。国民主権と平塚正幸、公園から追い出されたワクチンを大変危険です。ためにもコロナワクチンによるたくさんの死亡や副反応の事例が海外に報告されています。金儲けと人権侵害そのものです。ワクチンは大変危険です。人権侵害を止める努力をコロナワクチンの接種により病気になります。やりましょう。皆さん、
ワクチンは大変危険です。まだ時間はありますか？ワクチン投与を許してはいけません。そうだね、金儲けの場としか見てない、まあ、それは絶対。こんにちは、 100% 国民に言うと、あ、それ絶対。いや、とにかくオリンピックで、みんな反対の声を応募してた。すいません、メディアの方はちょっと信号を潰さないようにしていただきたいのと、あとフェンスブロックは絶対に開けてください。車椅子の方通れるようにフェンスブロックちゃんと開けてもらいたいです。はい、ちょっと下がってください。で、続いてはアジア女性治療センターの方から、あのアジドが呼びかけた海外のフェミニストグループの行動についてお話伺おうと思います。主犯人として行われています。こんにちは、国民主権と、鈴木アジア女性治療センターの方に、海外のフェミニストグループのワクチンは大変危険です。ワクチン接種、海外のフェミニストグループでの行動についてお話しいただこうと思います。こんにちは、国民主権と、ちょっと見つかるまで参加のお願いをしたいですけど、皆さん、ちょっといろいろ調整費が微妙にかかっているので、参加袋回しますので参加のほどお願いいたします。誰でも起きる主犯人として報告されています。皆さん、ワクチンは大変危険です。皆さん、こんにちは、ワクチン接種後のアジア女性治療センターです。アジア女性治療センター、こんにちは、国民主権と平塚正幸、皆さん、アジア女性指導センターです。アジア女性指導センター、これまで断りと反応を続き、オリンピック反対運動を続けてきたんですけれども、このためですね、今回、オリンピックの反対運動のフェキャンペーンを ありがとうございました。
くフェンスブロックを開けてください。フェンスブロックの上にちょっと立たないようにお願いします。続いては、妹で針の今ちょうど破壊されようとしている農園で戦っている人から中継でお話伺おうと思います。よろしくお願いします。ちょっと準備している間に、カンパの呼びかけをお願いします。カンパ袋を何人かで回してますので、カンパいただけますと幸いです。よろしくお願いします。右側の方でお腹が減った人でも食べられるようにご飯食べて参加できるようにということで看護員さんで用意していただいてますので、お腹減っている方とかちょっと気になるところです。厚生労働省が医薬品医療機器法違反で業務改善命令を出しています。皆さん、ワクチンを大変に受けて、ファイザーのコロナワクチン、コビナという緊急事態宣言は、劇薬であると説明書に記載されています。こんにちは。国民主権党、平塚正幸です。ワクチンは大変危険です。ポルトガルの医療従事者がファイザーのコロナワクチンを死亡したと英国デイリーメールが報道しています。皆さん、大変危険です。マイアミの産婦人科医、聞こえますよ。ワクチン接種後2週間後に
近代オリンピックの実施による船の姿は暗い時点であり、熱中が姿がとんでもない、一致されず、ステイされず、耐久されず、出来であったことは、実は分でもあまりよく知られていません。新宿には姿の道路が耐えているのですが、フランスにはそのものはありません。フランスはあまりの問題の多い人物なので、余計なことは少ないのです。オリンピックに反対する人たちの中には次のように批判する人がいます。近年のオリンピックは数年間の理想とかけ離れている、だからダメだけれども、オリンピックはそもそも最初からひどいものだったのではないでしょうか。だから僕たちは日本の皆さんと連帯します。オリンピックのない世界を目指しましょう。社員の方とビデオでつないでいただいているので、プラカある方を掲げていただけると会とちょっとつながります。プラカードをちょっと今出すいいですか、お願いします。サウリの皆さんに、連帯の挨拶のお礼を兼ねて、みんなで、フランス語のコールみんなでやりたいと思います。私もあまり慣れてないですが、ちょっと一緒に真似してやってみたい、見てください。ノンオーディオーノンオーディオーノンオーディオーワカリニーエトキョーニーアカリニーエトキョーニーアカリニーエトキョーいい赤い、いい赤いよ。ノンオーディオ、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 ノンオーディオ。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ちょっとテスブロックから取り消して。ちょっと信号潰さないようにお願いします。ちょっとメディアの方下がっていただくようにお願いします。吉田さんからも連帯の声が届いてますので代読していただきます。よろしくお願いします。2028年の、オリンピック開催予定都市である LA でも、オリンピックの反対の運動がもうすでに何年も取り組まれています。ノリンピック LA という団体があるんですが、そのノリンピック LA 今日の、午前中にも、LA のリトル東京で反オリンピックアクションを行いました。このオリンピック LA から連帯の声明が届いていますので、ぜひ皆さん聞いてください。ノリンピック東京2020、2021、オリンピックを通して、オリンピックは貧しい人々を殺します。オリンピックはあらゆる場所、東京、北京、パリ、ミラノ、トルチア、オカンドルクなどで、不平等な社会、警察活動、そして公正配慮を加速するのです。オリンピックの存在は致命的であり、全世界はこの17ヶ月間、 IOC が最近を防ぐためなら何でもする様を目撃してきました。彼らはパンデミックを賭け事のように持ち余し、そして今世界中が彼らを孤立しています。しかし東京2020オリンピックは反道徳的であり、コロナが何であるか知る前からたくさんの人々の生活を台無しにしてきました。オリンピックは公共の場を破壊し、警察と監視を強化し、人々を家から追い出すために利用されてきました。そしてオリンピックは福島が2011年の地震、津波、原発事故から回復した、復興したと誤って主張するために利用されてきたのです。パリや東京のようにロサンゼルスは既に開催都市として、選手ゲームの開催都市に2度となっています。よって1932年と1984年にオリンピックがいかに貧しい人々、アフリカ系アメリカ人やラテン系アメリカ人、
その他の低下程度の行き届いていないコミュニティにどのような影響を及ぼしたかを私たちは知っています。それらはホテル建設の早期、開花的な開発、警察の拡大と軍事化、監視、ホームレスとギャングの強制排除、そして最も必要な支援や援助を必要な場所から転用することです。日に日に多くのロサンゼルス市民が言うように、私たちは LA2028 の入札を拒否します。オリンピックは LA にとって良いものではないことを私たちは知っています。こんにちは。 LA2028 が利益になる唯一の方法は、より多くの投資をすること、排他的な開発をし除外すること、そして独占的警備と警察権力を強化するための利益であることを私たちは知っています。オリンピックはロサンゼルスと世界中のコミュニティの双方にとって膨大な存在であることを私たちは知っています。私たちの主張は根本的に無縁ではなく関連しているのです。私たちはオリンピックを止めるのに遅すぎる時は遅すぎることはないということを知っています。私たちはオリンピックがどこで開催されてももたらす世界中でない第二の世界が目覚めていることを知っており、今世界中の人々に私たちと協力するのを呼び止めています。私たちはこの大学に行って世界の仲間たちと共に立ち上がります。日本人全員である大人に問いかける子供に何と説明できますか。
そしてその美しい世界の上に本気でオペティを放そうとしているのです。私たち福島にコロナ禍、災いと書いてコロナ禍、そして放射能の災い、これ以上に福島に災いをもたらすことはしないでください。福島だけではありません。世界に放射能だけではなく、さらなる災いをこのオリンピックによって広めないでください。皆さん本当にこれでいいのでしょうか。声を上げましょう。ダメなものはダメなんです。声ではなく、皆さん自らの目で調べて真実を知り、声をみんなで上げていきましょう。以上、福島さんのメッセージでした。ありがとうございます。
7月8日には安全のパラリンピックにオルテックが参加した内容の選手が団体障害者モーリスアルセンバッターと時間がかかっているので、この前にちょっと簡単に氷の練習を行いたいと思います。いきます。パラリンピックやめろ、パラリンピックやめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、まず、やっぱり私たちをこう殺しそうとしてきます、生き延びようということで、あと記者の覚悟をお願いします。特に政治ブロックを塞がないようにお願いします。まあ、ギュッてなっているので、すみません、もう一度皆さんに協力をお願いします。大きなパネル7枚あります。そのパネル重くない軽い7枚のパネル、7人が必要ですので、いつも持ってらっしゃる方ですとか容量分かる方ですね、そうだな、どこって言えばよかったな、オリンピックより福祉とか書いてる横断幕ですとか、英語じゃないじゃん、共同行動の横断幕があるところらへん、からです、集まってください。7人の方が必要です。よろしくお願いします。お手伝いしていただける方、途中で交代もしますのでね、心配なくぜひ、ご協力ください。よろしくお願いします。そしたらですね、パネル上がりましたか皆さん、両手でですね、そうね、下ではなく横側を持つ方がいいですね。下ではなく横の辺を持ってください。まだです、はい、合ってますよ。下ではなくですね、横の辺を持ってください。底辺を持つとポキッと折れてしまう可能性があるので、横の辺を持つ、そうですね、はい、いいと思います。ありがとうございます。素晴らしい、ビューティフルですね。はい、オリンピック反対のパネル上がってます。これはデモ参加する場合にはですね、また人が変わりますので、ぜひご協力、こういう形でデモ行くときには上に上げなくても結構です。下にですね、持ちながら歩いてもらって結構ですので、ぜひご協力してください。よろしくお願いします。何に結びついてるか分かっていただきたい。できます、はい、いいです。じゃあ、あとはですね、日本語、裏側にして、もらいましょうか。さらにもう一つ、感染症対策の工程と、はい、じゃあマイクを司会の方に返します。マイクを司会の方に返します。はい、そして感染症対策、でも、まあ、職員の前にもうちょっとこれやろうかなと思うので、通路確保しながら、こういうお願いしたいと思います。行きます。オリンピックいらない、暮らしを守れ、パラリンピックいらない、福祉を守れ、オリンピックいらない、病院守れ、
な人たちが来てくれて、日本全国からいろんな人たちが集まってきてくれて、はい、次女たちの光の抗議リレーの方からお話伺います。よろしくお願いします。光に今もなお儲からないけど続けてる人たちの首を絞めるのか。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。私たちは医療従事者と沖縄でも中心になっている女たちの抗議リレー、私たちが止めるしかない東京オリパラ女性たちの抗議リレーとして毎週火曜日やってます。なんで女性たちかっていうと、どこの国でもオリンピック開催して、一番、困るのは困窮するのは貧しい人たちで、貧困問題はジェンダー問題に関わってきます。でオリンピックが内包するジェンダー問題や女性差別もとても深刻です。女性たちが止めるしかない、私たちが始めてしまったわけじゃないんですけれども、この国が始めてしまったオリンピックはこの国で私たちの声で止めるしかありません。これしかないですよね。止めるまで、私たちは毎週火曜日声をつないでおりますので、どうぞこちらにも参加ください。今日は この場に、参加できてよかったです。皆さん頑張って止めましょう。本当にオリンピックを反対してきてるんですか。すみません、曖昧に交流を挟んできた形でこのデモを含めてた感じでやるので、またちょっと交流をやります。行きます。ノーオリンピック東京。フェミン婦人民主新聞というものを月3回発行しております。フェミンの事務所は、原宿にあるんですけれども、すぐそばが千駄ヶ谷のオリンピック JOC の事務所があり、前の森委員長が女性差別発言をしたときにすぐに立ち上がり、JOC の前で抗議活動をしました。その当時は女性が全然委員にも入っていなくて、森は言いたい放題で、昔は私が前に一番頭にしたのはオリンピックではないんですけれども、実は子供を産まない女には年金をやらないとか昔言っていました。あと日本は神の国とか今までひどい発言をたくさんしていて、それがなんとオリンピック委員長になってなんだっけ、わきまえない女どうなんじゃないわよ、何してんのっていうことで、フェミニストクラブはすぐに反応して JOC の前で抗議活動をしました。今回も私たちは女性差別的な、オリンピックは大体トゥーベルタンも女性差別なんですよね。で、一歩は
院長が、なんか女性に、あ、顔は、なんか表の顔だけ女の人になってますけれども、中身は女性差別は全然変わっていません。ホンダオリンピックは、ぜひぜひ、やめたいと思います。呼びかけ団体として今回も参加しました。皆さん、オリンピックはいらない。反対していきましょう。頑張ります。ありがとうございました。時間が2時になりましたので、今日のデモのコースの説明と、あと一つ伺います。